本カニエミの戦いは冬戦争後期にカレイヤ地峡で行われた戦闘。戦況の悪化するカレイヤ地峡戦線でフィンランド軍がソ連軍に崩壊しかけていた戦線を突破されないために行った構成。冬戦争でフィンランドが戦車を投入しソ連戦車との間で戦闘になった冬戦争でほとんど唯一の戦車戦と言える。 第23師団はフィンランド第2の都市であるビープリ南東のニアイッキアルビコの周辺に配置されていた。フィンランド第2軍の司令官ハラルド・オークイストはこの師団に第3両兵大隊と後方から到着したばかりの第4戦車中隊を加えた。さらにまた第67不評連隊の第3大隊を第5師団から第23師団に移し、 第23師団を、さらに補強した。フィンランド軍は、第23師団を使っての攻勢を決定し、ボルデマー・アオイノネン大佐の率いる、第23師団は午後10時15分、クンナ・少佐に率いられた第3両兵大隊と、兵の年大尉に率いられた第4戦車中隊が、攻撃を始めた。当初の計画では、この犯行は6個不評大隊、4個砲兵大隊と、 第四戦車中隊で行う予定であった。しかし、急いで計画を実行に移す必要性があったため、参加する兵力を減らさざるを得なくなり4個、不評大隊、2個砲兵大隊、第四戦車中隊で行うことになってしまった。2月25日から26日にかけて、第3両兵大隊は、本2回目の貯蔵庫から3キロメートルの位置であるヘポノトコ周辺に、 トラックで輸送された。4時になると大体はそこから反撃開始地点までスキーで向かった。戦車中隊は5 0キロメートル遠方から行軍をはじめ30分遅れて到着した。しかし、行軍の途中で思った以上の損害を出した。深夜の極寒の天候とそれによる路面の凍結などの影響を受け、 当時フィンランド軍が保持していた13両のビッカースロットン戦車のうち5両は途中でエンジントラブルなどの故障をきたし、抗軍不可能になり放棄せざるを得なくなった。戦車隊を攻撃的戦闘能力の主力とみなした、クンナ中佐は残った戦車を第1、第2、第3の両兵中隊に分けた。6両の戦車は両兵を援護し2両は、 最初の陣地の左翼を支援した。攻撃開始は午前5時が選ばれていたが、砲兵大隊との協力に失敗し、攻撃は午前6時15分にずらされた。6時15分、今度は、砲兵大隊との連携協力は成功した。しかし今度は別の問題が起こった。予備砲撃の弾幕を張る際に、いくつかの砲弾が、攻勢開始地点に落ち、この結果、 30人のフィンランド兵士が死傷した。2個砲兵大隊による予備砲撃の後、攻撃が開始された。しかし、フィンランドはさらに攻撃の出花をくじかれた。2両の戦車が行動不能に陥り、行動可能なフィンランド戦車は6両になった。これらの問題に次いで、さらに、両兵大隊は200メートルを進んだが、赤軍の凄まじい火力の前に進軍を止めざるを、 えなかった。左翼を保持していた第1両兵中隊は、鉄道線を前進し越えるはずだったが越えることが、できなかった。主力であった第2、第3両兵中隊は、鉄道線から200メートル付近まで進んだがそこで、進軍を止めた。その後の戦闘は、第4戦車中隊にとって最悪であった。戦車の一両は溝に突き刺さり、砲塔がダメージを受け、 初期位置に撤退した。残る5両の戦車は T-26、T-28 に攻撃され、破壊された。ミッコラ小隊長の戦車は、最も遠く500メートルほど進出し、ソ連の陣営内に突入した。フィンランド戦車の内ソビエト戦車を撃破した車両は2両、のみであった。E セッパラ軍曹の戦車はクルーが戦車を放棄。 するまでに2両のソ連戦車を撃破し、J ビルニオ少尉の戦車は破壊されるまでに1両の戦車を撃破した。ソ連軍に与えた損害は戦車3両のみだった。フィンランドに残っているビッカース戦車、クンナ隊員は午後10時に攻撃を中止し、撤退する命令を出した。フィンランド最初の戦車戦は失敗に終わった。この失敗の原因は訓練すらなく戦車戦。 未経験だったことや、イギリスから戦車を買い入れる際に方、照準無線や挙句の果てには、運転席まで取り外して、資金を節約したため戦車自体がチグハグだったこと、等が原因と考えられる。また、無線の不備のため戦車同士の更新が不可能であり、個々の戦車が、それぞれの判断で戦わざるを得なかった。全体の戦闘で、可視官が一名戦死し、 二人の将校と二人の歌詞官、三人の二等兵を失ったとされる。しかしながらこの構成で稼いだ時間で予備部隊を呼び寄せ、戦線崩壊は何とか免れたのである。1940年2月27日、第四戦車中隊の生き残った八両の戦車は対戦車任務のためラウタランピ地区に構想された。ありがとうございます。